緑のドアオ・ーヘンリルドルフ・スタイナーは本当の冒険者だった。暮れ時ともなると、ほとんど毎日思いがけないことや途方もないことを求めて、廊下の端を仕切って作った狭い寝室から街に出かけていた。 人生で最も面白いことがすぐ次の角を曲がったところで待ち構えているような気がした時には運命の女神を呼び寄せたくなって見知らぬ横丁に入っていったこともあった二晩ほど警察で寝たこともあった巧妙ながめついペ天使のカモになったこともちょくちょくあった 一度お愛想を言って誘惑したために腕時計ととを巻き上げられたた。こともあっただが彼はくじけぬ熱意で目の前に投げられた手袋を拾い上げ冒険の楽しい試合場に乗り込んでいったアルバンルドルフはかつてこの都会の中心地だったあたりの東西に走っている通りをぶらぶら歩いていた。 歩道は2つのの人間の流れであふれでていた。家路を急ぐ人たちと染色光の正面に輝くレストランの上辺ばかりの歓迎に誘われて家庭を捨てた人たちのこの若い冒険者は感じのいい風采で悠々と辺りを注意深く見回しながら歩いていた彼は昼間はピアノのセールスマンだった。 ネネクタイはネクタタイイはピンンでなく、トパーズのリングに通して止めてあった。ある時は雑誌の編集者にミス・リビーの「ジュニーの恋の試練ほど自分の人生に影響を与えた本はない」と書き送ったこともあった歩いていくと歩道の脇のガラス箱の中で歯がガタガタ大きな音を立てていた。 彼ははっとして軽い吐き気と一緒にその後ろのレストランに注意を向けたがもう一度見直して隣の入り口のずっと高いところで歯医者の看板の「電光」文字が輝いているのを見て取ったそれに赤い縫い取りのある上着に黄色いズボンと「軍隊帽という奇妙ないでたちの大男のニグロが受け取ってくれる通行人だけに 控えめにチラシを配っていた。歯医者のこういう宣伝方法はルドルフには珍しくなかった。いつもは前を素通りするだけでチラシの数を減らしてやったことはなかった。だが今夜はこのアフリカ人があまりに上手に彼の手に滑り込ませたので、相手の早業に苦笑してもらってしまった。 数ヤード過ぎてから彼は何気なくチラシのカードに目を落とした。それから親と思ってひっくり返し、もう一度興味を持って見直した。カードの片面は白紙だったが、裏にはインクで緑のドアと書いてあった。前を見ると散歩ほど先のところで一人の男がニオロから渡されたカードを 歩きながら投げ捨てているところだった拾い上げてみると歯医者の名前と住所とブリッジ技巧痴官などの決まり文句と無痛手術の最もらしい約束が印刷してあった冒険好きなピアノのセールスマンは街角で立ち止まって考えたそれから通りをよぎって向こう側に渡りワンブロックほど戻り また通りを渡って元の人並みに加わったもう一度グロの前まで来ると気が付かないふりをして無造作に差し出されたカードを受け取り歩歩ほど歩いてからそれを調べたそこにも最初のカードと同じ筆跡で「緑のドア」と書いてあった前後は歩いている通行人が捨てたカードが45枚歩道に落ちていた。 みんな白紙の側が上になって落ちている。ルドルフはカードをひっくり返した。どれにも死か診療所の決まり文句が印刷されていた。冒険という名の妖精がその真の崇拝者であるルドルフ・スタイナーを誘惑するのに、二度までも手招きせねばならないというようなことは滅多になかった。 だがこの時は二度手招きしたのだ探検が始まったルドルフは大男のニグロが脇にガタガタ鳴る刃の箱を置いて立っているところにゆっくりと戻っていった今度はそばを通ってもカードは渡されなかったけばけばしい滑稽な衣装を着ていたがそこに立ってある者には陰銀にカードを渡し あるものには渡さないで群衆を通らせているエチオピア人の姿には野蛮人固有のの自然の因縁があった。彼は30秒おきに写真家グランドオペラの指揮者のように訳のわからぬ言葉をしゃがれ声でしゃべっていたそして今度はカードを渡さなかったばかりでなくテカテカ光った黒い大きな顔が ルドルフに冷ややかな軽蔑したような視線を投げかけたようだったその視線が冒険者を刺激した彼は視線に無言の非難を読み取ったあんたは役立たずだと言っているようなカードの神秘的な言葉が何を意味しているにせよ黒人は群衆の中から二度までも彼を カードのの受け取り人に選んだのだ。彼は今あんたには謎を解くだけの知恵も熱意もないのだと非難しているかのようだった青年は人混みからちょっと離れて冒険が潜んでいるに違いないと目星をつけた建物を素早く観察した5階建てだった地階は小さなレストランだった 1>, 1階はもう閉まっていたが婦人房か毛皮店らしかった。2階は明滅する電光文字から、歯科診療所だった。その上の階にはいろいろな看板がひしめき合って手相見やドレスメーカーや音楽家や医者の所在を知らせていたさらにその上の階になると優雅に垂れたカーテンや窓敷の上の白い牛乳瓶などが 家庭生活の領域であることを告げていた。観察を終えるとルドルフは高い石の階段を一気に駆け上って建物に飛び込んだ絨毯を敷いた階段を2つ上り上り詰めたところで立ち止まった青白い2つのガス灯、1つは右手の奥の方にあってもう1つは左手のもっと近いところにあった。 が廊下をぼんやり照らしていた近い方のガス灯の方を見るとその青白い光の輪の中に緑のドアが見えた一瞬彼はためらっただが手品師のようにカードを操っていたアフリカ人の傲慢な霊障が見えたような気がした彼はまっすぐ緑のドアの前に歩いて行って威勢よくノックした。 ノックに返答があるまでに経過した1秒1秒のような瞬間こそ本当の冒険ののいい息遣いを図る尺度なのだ。緑の羽目板の向こうでは何が待ち構えているかわからなかった賭博者たちが爆打をしているかもしれないし狡猾な悪党たちが巧妙に罠を図かっているかもしれないし 勇敢な男が好きな美人がこうして勇敢な男に探し出されるのを待っているかもしれなかった危険死恋失望嘲笑何がこの向こう水なノックに応じてくれるかわからないのだドアの内側でかすかに絹ぬずれの音がしてやがてゆっくりと開いたまだ二十歳にならない娘が 真っ青な顔でよろめきながら立っていたノブを離すと片手で探るような格好で力なく倒れかかったルドルフは娘を抱きとめると壁沿いの色あせたソファーに寝かせたそれからドアを閉めて揺らめくガス灯の光で室内を素早く見回した。小綺麗にしているが どん底の貧乏暮らしらしいと彼は見て取った娘は気でも失ったようにじっと横になっていたルドルフはすっかり胴を失って樽はないかと部屋中を見回した助けるには樽の上に腹ばわせて転がさねばならないいやいやそれは溺れた人間の時だ彼は自分の帽子で彼女を仰いだ それがよかった山高帽の縁が鼻にあたって彼女は目を開けたその時青年はこの顔こそ心の奥の画廊にただ一枚かけている肖像画の顔だということに気づいた率直そうな灰色の目ちょっと生意気そうに上を向いている小さい鼻エンドウ豆の巻きひげのような巻き毛の栗色の髪それこそ 彼の素晴らしい冒険の本当の目的であり報酬という気がしただがその顔は痛ましく痩せて青ざめていた娘は静かに彼を見守ったがやがて微笑んだ「気を失ってたのね」と彼女は弱々しく聞いた「でも誰だってそうなるわ」3日間、 何も食べないでいでてみたらわわ。かる「それは大変だ」とルドルフはドイツ語で叫んで飛び上がった「待っていなさいすぐ戻ってくるから」彼は緑のドアから飛び出して階段を駆け下りた20分後に靴の先でドアを蹴って彼女に開けてもらった食料品店とレストランで買った買い物の山を両手で抱えていた 彼はそれをテーブルに並べた。バター付きパン、冷肉、菓子、パイ、漬物、カキ、ローストチキン、牛乳一瓶、それに入れたての熱い紅茶を一瓶。馬鹿げてると彼は怒鳴りつけるように言った。食わずにいるなんて。こんないちかばちかなことはやめなくちゃいけない。さあ、夕食の用意ができた。 彼は娘を助け起こして食卓に着かせ聞いた「紅茶茶茶碗は?」「窓のそばの戸棚よ」と彼女は答えた茶碗を持って戻ってくると彼女は目をうっとりと輝かせてもう食べ始めていた彼は笑いながらそれを取り上げて茶碗に牛乳をついだ「これを先に飲みなさい」と彼は命令した それから紅茶を少し飲んでその後でチキンの手羽を食べなさいいい子にしていたらピクルスは明日あげるよところで僕を招待してくださるなら一緒にご商売に預かりたいんですが彼はもう一つの椅子を引き寄せた紅茶で目に輝きが出て血色もいくらか戻ってきた彼女は飢えた野生の動物のように 一種の優雅などう猛さを持って食べ始めた青年がそばにいることも青年が救いの手を差し伸べたことも当然のことと考えているようだった世間のしきたりを無視しているというのではなく非常な窮坊に追い詰められたため体裁を捨てて人間的に振る舞う権利を与えられているとでも考えているようにだが 体力と安心感が戻ってくるにつれてだんだん持ち前のささやかなしきたりに対する観念も戻ってきて彼女はささやかな身の上話を始めたそれは都会の人間なら毎日あくびが出るほど聞かされているありきたりの話だったもともと少ない給料のショップガールが店の利益を増やすための罰金で 給料を差し引かれ病気のため勤務時間も減りやがて失職し希望を失いそこに冒険者が緑のドアをノックしたわけだっただがルドルフにとってこの身の上話はイリアスやジュニーの恋の試練の中の危機一髪の場面と同じように重大だった「そんなにつらい目に遭ってきたなんて」 と彼は叫んだ「本当につらかったわ」と娘は厳粛な顔で言った「それでこの町に親戚か友達はいないのええ誰も」「僕もこの世で一りぼっちなんだ」ちょっと間を置いてからルドルフは言った「それはよかったわ」と娘はすかさず言った。 女が自分の天涯孤独の境遇を喜んでくれたことが青年には何となく嬉しかった出し抜けに彼女は目を伏せて大きなため息をついた「とても眠くなったわ」と彼女は言ったそしてとても気分が良くなったわルドルフは立ち上がって帽子を取った「ではお休み一晩ゆっくり寝たら元気になれるよ」 彼が片手を差し出すと彼女はそれを取っておやすみなさいと言っただが彼女の目があまりに雄弁に率直に哀れげに彼に問いかけていたので彼は答えざるを得なかったうん明日も来るよ様子を見にそう簡単に私を追い払うことはできないよだがドアのところまで来ると彼女が 来たという事実に比べれば、来たいきさつなどどうでもいいのだが、といった様子で聞いた。どうしてあなたは私の部屋のドアをノックなさったの彼は瞬間彼女を見つめ、例のカードを思い出すと、にわかに胸が嫉妬で痛むのを感じた。あのカードが自分と同じぐらい冒険好きな他の男の手に渡っていたら、 どううなっていただろう彼はとっさに決心した「本当のことは絶対に彼女には知らせてはいけない」「彼女が困窮してあげくあんな奇妙な手段に訴えたことを私が知っているということは絶対に彼女に悟られてはいけない」「うちの店のピアノ調律師がこのビルに住んでいるんだ」と彼は言った。 間違っっててこのの部屋のドアをノックしてしまったんだよ。緑のドアが閉まる前最後にその部屋で見たのは娘の微笑だっただが階段の降り口まで来ると立ち止まって不思議そうに見回したそれから廊下を反対側の端まで歩いていき戻ってきて上の階に上り狐につままれたように歩き回った そのビルのドアはみんな緑色に塗ってあったのだ。彼は不思議に思いながら歩道に降り立った。あの奇怪なアフリカ人はまだそこにいた。ロドルフは2枚のカードを手に持って彼の前に立った。教えてくれないか君はどうして私にこのカードをくれたんだそれにこれはどういう意味なんだと彼は聞いた。 ニグロは人の良さそうな笑顔を顔中に広げて雇い主の職業の華麗な広告を指し示した「あれですよ旦那」と彼は通りの向こうを指していっただが第一幕目にはちょっと遅いかもしれねえな,いな指さされた方角を見るとある劇場の入り口の上で「緑のドア」という 「新しい芝居の電光文字の看板がキラキラ輝いていた」「なかなか傑作だという噂だよ旦那」とグ黒は言った「あの芝居の興業主が1ドル出すから歯医者のチラシに混ぜてちょっと配ってくれ」って言いましたんでね「歯医者のチラシも1枚あげましょうかね旦那」 ルドルフは自分が住んでいるブロックの角まで来るとビールを一杯引っ掛け葉巻を一本買った葉巻に火をつけて店から出てくると上着のボタンをかけ帽子を後ろにずらせ角の街灯に向かってきっぱりと断言したでもやっぱり僕があの娘に巡り会うことになったのは運命の女神の導きだったのだ。 こんな事情の時、こんなことを言うのだから。ルドルフがロマンスと冒険の真の追求者の一人なのは間違いなかろう。